万太郎のセリフって独特だし、今めったに使わない言葉、生活とか人との関わり方みたいなのが全然違ったんだろうな。かっこさんが言ってることは分かるんですけど、それを音に出すのがすごく難しいなって。気持ちっていうのもかっこさんおっしゃってたんですけど、それは確かにそうだと思うんだけど、でもなんか単純にこうかっこさんがおっしゃってくださった音を真似して言ってみる。昔よく言われたのは、この江戸弁っていうか、この喋り方ってツッケンドンに思え聞こえて情があるみたいな。あまり相手の目を見るとかっていうこともなかったのかな、だからこそ目を見るっていうところが生きたりするのかな。クセットっていうのはすごい現代でもこれは多分難しい話だと思いますよ。音でこう、あとテンポとかでこうやっていく感じがすごい久保田万太郎、僕の印象はすごいそれがあるから、腑に落ちなくてもとりあえずなんか真似してみるっていうのは結構大事かなって。よく北村さんがセリフ100遍って言って、100遍喋ろって言って、自分が喋り慣れてないから、なんか その通りに、耳で聞いた通りにやってるつもりでも全然できてなかったりして、何回も喋って自分の言葉にするっていうのが大事だって言われたから。ここからはちょっと老けますけど、私がお末を読ませていただきます。台所の方への通い路の障子が開く。構造が入ってくる。少し酔っている。お末を先に長平座敷に帰ってくる。あら、なんだ、いつ来たんだ。なし方ちっとも知らなかったわ。表へ回るのは面倒だから裏から入ってきた。どうだね、今日は少しはいいかね。ええ、ありがとう。今日はもうすっかり、今夜は顔色がいいでしょ。うん、どうにか人間らしいや。お母さんはまだ帰らないかい。よく知ってるわね。知ってるさ、神田行くと言ってさっき店の前を通った。なんとか言って。長さんが留守をしているから行ってみろ、そう言ってた。そんなら早く来てくれればいいのに。何よ、そのつもりで外へ出たところ、途中でちょいと新婚のところ引っかかったもんだから、一口付き合ったんで遅くなった。そんなことをしてるんですもの。だからさっき評判が悪かったわ。誰に。姉さんに。今夜今までお菊さんが来ていたんだ。そうかい。本当の入れ違い、もう一足だったのよ。ねえ。そう、表から来たら角ぐらいでぶつかったろ。そんな評判の悪いところになんか飛び込むなくて幸せだった。長さんどうだ、この間の仇を打たれてやろうか。敵。あ、失礼しました。この間の敵を打たれてやろうか。打たれる心であろうがな。よしやろう。長平、立って将棋の盤を持ってくる。構造の前に置く。ま、格子が開いて表へ誰か来る。お末が聞きつける。誰か来たようよ。お母さんだろう。そうじゃないらしい。何か言っててよ。何か言ってる？そいつはないだろう。どなた？長平、言いながら立っていく。じきに手紙を持って、じきに手紙を持って帰ってくる。誰？使いが俺んところへ手紙を持ってきたんだ。立ったまま封を切って読む。どこから来たの？芝居のやつからだ。そう言いながら返事をしに表の方へ行き、すぐにまた帰ってくる。ちょいと俺は清川まで行ってくるぜ。どうしたの？用でもできたの？四五人で何か寄り合いをつけてる。相談があるからすぐに来いって言うんだ。でもよくここにいるのが分かったわね。応募を探したらしいや。どこを探してもいないんで、とどのつまりここへ来たんだろ。手数をかけさせる。大した流行りっ子だ。仲もらいでちょいと行ってくるぜ。留守番だから早く帰ってこなければダメよ。それは後釜ができたから安心だ。あら、それはいけないわ。ごたごたをいいことに飲んでるんだ。何、すぐに入ってくるよ。危ねえもんだ。大丈夫、きっとすぐ帰ってくる。帰ってきてその勝負をつける。首を割ろうって吉家おもちゃれだ。
長平、笑ってそのまま出ていく。ま。二人とも、ふと無言。あたりが継ぎほのないようにしらける。構造、なんということもなく、盤の上の駒を動かす。お末、床の上を離れて、茶ダンスのそばに寄る。茶を入れにかかる。なんだい、茶を入れるのか。ええ。俺ならいいぜ。ええ、でももう出ないから。そんなら俺は水の方がいいや。そう？じゃあお部屋にしましょう。だけどいいぜ。病人がそんな働かなくたって。大丈夫よ。明日はもう起きるつもり。お末、台所へ行き、大きな湯飲みに水を持たして持ってくる。構造のそばに置いて、床の上に帰る。このあたり、すべて例えば兄に仕える妹の嘘のなき心持ち。それに対して構造にも、妹を見る兄の熱きいたわりあること。ああ、うまかった。もう一つあげましょうか。もうたくさんだ。そう？どうぞご遠慮なく。この湯飲みも古い湯飲みだな。覚えてて？覚えてるとも。こいつで始終、ここの死んだお父っつぁんが熱いやつを引っ掛けていたんだ。そうよ。朝仕事に行くときと晩帰ってきてからと。仕事に行かないときにはお昼にも飲んだわ。でもまるで酔ったところをこちとらに見せたことがなかった。いつも機嫌のいい顔していたね。まるで酔ったところをこちとらに見せたことがなかった。いつも機嫌のいい顔をしていたねって、構造は。ここの親父さんとも知り合いで尊敬してるし好きだったっていう、だからいつも機嫌のいい顔してたねって、亡くなっちゃった好きだった人のことをちょっと思い出しながら、だからまるで酔ったところをこちとらに見せたことがなかったってことなんかも、うん、やっぱりあれだけ飲んでたのにその崩れたところをこっちに見せなかったっていう尊敬みたいなものもあって、でもまるで酔ったところをこちとらに見せたことがなかった。いつも機嫌のいい顔していたね。ええ、私こんなだけれどお父さんのことだけは今でも時々思い出しますわ。もう少し生かしておきたかった。せめて去年ぐらいまで、去年まで生きてたってまだ60にはなりませんでしたわ。ならないとも。ようやく58。うちのおじきより3つ下だ。お父っつぁんさえいたら、姉さんだってあんなお金のあるところへなんか行かなくったってよかったんですわ。大工の娘が幸せだと言うけれど、幸せのようで不幸せですわ。どっちだっていいやな、そんなこと。そんなことよりもこの晩だ。こいつも古い馴染みだぜ。そうね。爪将棋だの、ハサミ将棋だの。姉さんにはできても私にはできなくて。バカでしたわね、私。焼き餅を焼いてよくおっかさんに叱られましたわ。その代わりには泥棒将棋にかけると誰よりもうまかったからいいじゃないか。そうでしたわね。一つ趣向を変えて、俺は将棋盤でも持ち込むかな。どうして？これだっておめえ、バカにはできねえ書体道具だぜ。あら、それじゃあ約束が違うわ。なぜ？だって、私がお嫁に行くときは、針箱は俺がこしらえてやるって線から言ってたじゃありませんか。針箱や、針箱。針箱。だって、私がお嫁に行くときは、針箱は俺がこしらえてやるって、先から言ってたじゃありませんか。こしらえてやるって。こしらえてやるって。はい。先から言ってたじゃありませんか。攻めちゃダメよ。あ、はい。あら、それじゃあ約束が違うわ。違うに、そんな力入れない。それじゃあ約束が違うわ。はい、それじゃあ約束が違うわ。なぜ？だって、私がお嫁に行くときは、
張り箱は俺がこしらえてやるって線から言ってたじゃありませんか。そうだったかな。忘れたの？忘れた。本当に？嘘だよ。大丈夫だ。忘れやしね。よかった。人手には欠けねえよ。釘一つだって俺が削るよ。私、大事にしますわ。私、大事にしますわ。もっとあの、言葉、一文字言うぐらいのつもりで、私、大事にしますわ。私、大事にしますわ。それができるまで。それができたときに、俺は東京おさらばだ。じゃあ、コウさんは、私がお嫁に行くところを見てくれないんですか？くれないに、あの、今、見てくれないんですか？くれないに力が入りすぎ。コウさん、私がお嫁に行くところを見てくれないんですか？見て。あの、うん。見てほしかった。じゃあ、コウさんは、私がお嫁に行くところを見てくれないんですか？それが見られるくらいなら心配はしねえよ。コウさん。え？あのね、コウさんってあの伸ばさない。コウさん。コウさん。え？どうしたんだ？え？どうしたんだ？私ね、コウさん。私は今度どうして急にお嫁になんか行くことになったのか、コウさんに分かりますか？コウさんに分かりますか？この、分かってほしい。ゆっくり言った方がいい。コウさんに分かりますか？私ね、コウさん。私が今度どうして急にお嫁になんか行くことになったのか、コウさんに分かりますか？何を言ってるんだな。私ね。これ、何を言ってんだな、もう少し声に出しちゃった方がいいと思う。はい。今度どうして急にお嫁になんか行くことになったのか、コウさんに分かりますか？何を言ってるんだな。分かりますかって、あの、下げちゃダメ。今度、どうして急にお嫁になんか行くことになったのか、コウさんに分かりますか？何を言ってるんだな。私ね、私姉さんが羨ましい。コウさんはまだ姉さんのことを忘れないんでしょ？何を言ってるんだ。そんなバカなことがあるものか。いいえ。いいえ、ダメ。他の人は何て言ったって、私には分かりますわ。姉さんが去年、千原屋行ってから、姉さんに会わないようにとあなたがしていることも、それも私は知っています。今夜でも、姉さんが来ていたんで、それでわざと裏から入ってきて、いいえ、私は、すぐにそうだと思いましたわ。姉さんが千原屋へ行くとき、何もみんなうちのためとは思っても、そう思っても、私は姉さんを憎いと思いましたわ。コウさんの心持ちも知っているくせに、コウさんを一人残して、姉さんもあんまりだと思いました。そう思うと、あなたのお店にいても、どこにいても、時々黙って、じっと下を向いているようなところが見えるような。一人でに目の中が濡れてきました。もうちょっとね、気持ちつなげていってごらん。少しね、あの、はい、区切りでポツポツ切れちゃうので、ね、気持ちの方が。あ、うん、はい。姉さんが去年千原へ行ってから、姉さんに会わないようにとあなたがしていることも。あのね、きついんだよね、言い方が。あ、はい。姉さんが去年千原屋へ行ってから、
姉さんに会わないように、会わないようにとあなたがしていることも、それも私は知っています。今夜でも姉さんが来ていたんで、それでわざと裏から入ってきて。いいえ、私はすぐにそうだと思いましたわ。姉さんが千原へ行くとき、何もみんなうちのためとは思っても、そう思っても、私は姉さんを憎いと思いましたわ。コウさんの心持ちも知ってるくせに、コウさん一人を残して、姉さんもあんまりだと思いました。そう思うと、あなたのお店にいても、どこにいても、時々黙って。待って、待って。あのね、区切り区切りのね、区切りの中のセリフのテンポがね、全部同じなのよ。ああ、そうですね、うん、はい。だから、気持ちが変わらないし、うん。うん、そうだから、もっと気持ちで読んでほしいんだけども、うん。うん、なんか、今、言葉をしっかり言おうとしてることの方が強く聞こえちゃうから。あ、はい。だから、ここにさ、姉さんがいたんで、それでわざと裏から入ってきてってのは、それまではきっとね、うん、例えば自分のお布団の上をこうさするような顔を上げないで言ってて、それでふと構造と顔を合わせる、そこでいいえ、私はすぐにそうだと思いましたわってのは構造自身に、それまではコウさんの顔は見ないで言ってるっていう動きも考えて、言うとセリフの言い方も変わってくると思うんだけど、姉さんが去年千原へ行ってから、姉さんに会わないように会わないようにとあなたがしていることも、それも私は知っています。今夜でも姉さんが来ていたんで、それでわざと裏から入ってきて。いいえ、私はすぐにそうだと思いましたわ。姉さんが千原へ行くとき、何もみんなうちのためとは思っても、そう思っても、私は姉さんを憎いと。強いの、はい。強すぎる。同じ調子で全部強いからね。姉さんが去年千原へ行ってから、姉さんに会わないように、会わないようにとあなたがしていることも、それも私は知っています。今夜でも姉さんが来ていたんで、それでわざと裏から入ってきて。いいえ、私はすぐにそうだと思いましたわ。姉さんが千原へ行くとき、何もみんなうちのためとは思っても、そう思っても、私は姉さんを憎いと思いましたわ。コウさんの心持ちも知ってるくせに、コウさんを一人残して、姉さんもあんまりだと思いました。そう思うと、あなたのお店にいても、どこにいても、時々黙ってじっと下を向いているようなところが見えるような。一人でに、目の中が濡れてきました。点のところにでね、正直に点を打ってんのよ。それで、みんな同じ音なのよ。音が。はい。うん。だから気持ちが変わったっていうのが分からないのね、聞いててね。次のセリフはぐっと声を落としてから言ってみるとかね。なんかいろんなことしてごらん。姉さんが千原へ行くとき、何もみんなうちのためだとは思っても、そう思っても私は姉さんを憎いと思いましたわ。って、こう、低い声で、じーっと言う。だけど姉さんが憎い。姉さんが去年千原へ行ってから、はい、姉さんに会わないように会わないようにあなたがしてることも、こっちの方が大事なわけじゃない。あ、はい、そうですね。はい、そういうところでちょっとメリハリつけていくと。姉さんが去年千原へ行ってから、姉さんに会わないように会わないようにとあなたがしていることも、それも私は知っています。今夜でも姉さんが来ていたんで、
それでわざと裏から入ってきて。いいえ、私はすぐにそうだと思いましたわ。うん、だからね、私はすぐにそうだと思いましたわって言うんだったら、いいえを同じ調子で言う。いや、私は、いいえはもう、うん。あ、はい。飲んじゃうみたいな。裏から入ってきて、いえ、私はすぐにそうだと思いましたわみたいなね。いろんな手を使ってごらん。姉さんが去年、千原屋行ってから、姉さんに会わないように会わないようにとあなたがしていることも、それも私は知っています。今夜でも姉さんが来ていたんで、それでわざと裏から入ってきて。いいえ、私はすぐにそうだと思いました。姉さんが千原屋行くとき、着信そうだと思いましたの今の同じ音で姉さんが千原へ行くときって今出てるのよね。はい。だから音をそこで変えて気持ちが変われば音も変わると思う。姉さんが千原へ行くとき、何もみんなうちのためだとは思っても、そう思っても私姉さんに憎いと思いました。で、口真似しなくていいのよ。ドーンとうちのために姉さんがお嫁に行くっていうことは分かってるけども、コウさん置いてっちゃう姉さんが憎いと思いました。姉さんが千原へ行くとき、何もみんなうちのためとは思っても、そう思っても私は姉さんを憎いと思いましたわ。コウさんの心持ちも知ってるくせに、コウさんを一人残して、姉さんもあんまりだと思いました。そう思うと、あなたのお店にいても、どこにいても、時々黙ってじっと下を向いているようなところが見えるような、一人でに目の中が濡れてきました。そのうちに、だんだん夕方なんか窓から表を見ていると、いつの間にか心がこう、遠くの方を見ているような、あなたのそばへ行ってますの。これはそんなに声が出ないと思うよ。ああ、はい。あなたのそばに行ってますの。恥ずかしいから自分は甲さんが好きになっちゃった。はい。あなたのそばに行ってますの。それを告白するのは恥ずかしい。そのうちにだんだん夕方なんか窓から表を見ていると、いつの間にか心がこう遠くの方を見ているような、あなたのそばへ行ってますの。板を削ったり切ったりしているそばについて働いているのが姉さんのような、私のような、気がついて幾度はっと思ったか知れません。嘘だ、そんなことは嘘だ。自分で一生懸命にそう思いました。でもそうすればするほど、後からまたいろんなことが出てきて、何が何だか余計もうわからなくなりました。その時、それがもし甲さんの方に知れたら、ふとそう思いました。私、息が止まるかと思いました。妹のように、本当の妹のように思ってくれるのに、そんな間違ったことを考えて、バカなやつだと笑われたら。いいえ、笑われるならまだようござんす。そんなやつならもう構わない。もしかそうでも言われたら、私も死んだって間に合いませんわ。一生懸命言ってんのはわかるんだけども、うん、本当にこういう場面になったと思ったら、こんなに立て続けにセリフは出てこないと思うね。うん、はい、自分の心の中のつぶやきを聞かせるんじゃなくて自分で言うみたいなね。そのうちにだんだん夕方なんか窓から表を見ていると、いつの間にか心がこう遠くの方を見ているような、
あなたのそばへ行ってますの。板を削ったり切ったりしているそばについて働いているのが、姉さんのような、私のような。気がついて幾度はっと思ったか知れません。嘘だ。そんなことは嘘だ。自分で一生懸命にそう思いました。でもそうすればするほど、後から後からまたいろんなことが出てきて、何が何だか余計もうわからなくなりました。その時、それがもしコウさんの方に知れたら、ふとそう思いました。私、息が止まるかと思いました。妹のように、本当の妹のように思ってくれるのに、そんな間違ったことを考えて、バカな奴だと笑われたら。いいえ、笑われるならまだようござんす。そんな奴ならもう構わない。もしかそうでも言われたら、私も、死んだって間に合いませんわ。わかった。何ももう言わなくてもいい。堪忍してください。俺は、姉さんが好きだった。約束もした。だからそんな約束なんか、頬を見たようなものだと思って諦めようとした。だけどダメだ。諦められねえ。あのね、ただおすえちゃん。だけどダメだわね。もっと小さく自分だけで言った方が、うん、コウさんの辛い気持ちが表現できるんじゃないかな。だけどダメだ。自分の心のつぶやきみたいな感じで言ったらどうだろう。俺は姉さんが好きだった。約束もした。だからそんな約束なんか、保護見たようなものだと思って諦めようとした。だけどダメだ。諦められねえ。ただおせいちゃん、おめえが優しくしてくれるので俺は立つ手ができた。俺は改めておめえに礼を言うぜ。その当座、柄にもねやけをして酒も飲んだ。遊びにも行った。だが、酒を飲んでも遊びに行っても、俺は深みにはまらなかった。この、がらりもねえ、やけをして酒も飲んだ、ここ、いいセリフだから、もうちょっとこう、自己嫌悪みたいな、やけになってた時の自分を振り返って言った方がいい。その当座、がらにもねえ、やけをして酒も飲んだ、遊びにも行った。だが、酒を飲んでも、遊びに行っても、俺は深みへはまらなかった。おめえってものがいることを思うと、おめえってものが親切にしてくれることを思うと、酒を飲む空もなければ、遊びに行く空もなかった。そんなことをしちゃ、おめえにすまねえような気がした。俺はおめえに、すまねえと思った。勘に触ることのあった時でも、根性のひん曲がった時でも、おめえの顔を見るとすぐに良心が素直になった。俺には親もなければ兄弟もいねえ。おめえってものができて、俺は初めて生きがいができたんだ。これもうちょっと強調してくれる？はい。おめえってものができて初めて。俺には親もなければ兄弟もねえ。おめえってものができて、俺は初めて生きがいができたんだ。コウさん。するとおめえ、今度の話だ。話が決まったと聞いたとき、俺は今までついていた明かりを急に吹っ消されてもしたような気がした。俺はつくづく世の中が嫌になった。俺はもう、東京にいる空はなくなった。みすみすお前のいなくなるのを誰が見ていられる。俺が上方へ行くと言い出したのも無理はねえだろう。父さん。無理はねえだろう。
そこだけお寿恵の顔を見るみたいな気持ちで言ったらどうだろう。みすみすお前のいなくなるのを誰が見てられる。俺が髪型へ行くと言い出したのも無理はねえだろ。こうさん。なんだな。私。もういいや。よしてくれ。台所の方の障子が開く。外から帰ってきた長平が、お別れだ、お別れだと言いながら入ってくる。意識のあんまりはっきりしないくらいに酔っている。このね、語りの中でも、お別れだ、お別れだのところはちょっと酔っ払った感じで。あ、はい。外から帰ってきた長平が、お別れだ、お別れだと言いながら入ってくる。ちょっとそれじゃおかしい。外から帰ってきた長平が、お別れだ、お別れだと言いながら入ってくる。意識のあんまりはっきりしないくらいに酔っている。お別れだ。さあ、小嵐、お別れに一杯飲もう。お寿恵、急いで泣き顔を隠す。どうしたんだ、長さん。何を言ってるんだ。何がって、おめえおかしいや。急にお別れになったんだからおかしいや。明日、高崎へ乗り打ちでいい。なんだ、旅へ行くのか。くだらねえことにごった返してるところなんて真っ平だ。東京ばかりに決まってられ、久しぶりでまた旅ガラスだ。ああ、長さん。お末坊は嫁に行く。こうちゃんは髪型行く。そこで俺も旅ガラスよ。これで恨みっこがなくなったのよ。じきに帰るんだろ。誰が帰ってくるもんか。だからもう当分会えねえんだ。1年経って会われるか、2年経って会われるか、認めのつかねえ旅の空だ。さあ、だから行こう。だから一杯飲みに行こう。なんだ、濡れてるじゃねえか。降ってきたのか。降ってきた。降ってきたって構わねえ。行こう。さあ行こう。うん、行こう。もうお母さんも帰ってくるだろう。俺はもう帰るよ。ええ。さあ、行こう。行こう。二人、行きかける。こうさん。なんだ、寿恵ちゃん。わざと何のこともないように、お寿恵の方を見る。雨の降る音、強く聞こえ始める。幕まで言われた。幕。長平っていうのは、どこまでお菊とかお寿恵と構造の関係っていうのは気づいてると思うよ。あ、うん、気づいてて、うん、言わないみたいなね。うん、下町って言われると、近所付き合いなんかも、もう自分の家みたいに出入り、冗談話ができるような気さくなおじさん、うん、人好きのする、うん、決してなんか居所が定まるような人じゃないけども、うん、あっちでもこっちでもまあ可愛がられてた。源氏武士ってのはね、はい、女ばっかりの劇団で結構人気はあったらしいんだけど、要するに色気で売ってるような劇団だったんだって。うん、要するにエロチックな、うん、それを売りにしてて、で結局手が入って、うん、潰れたらしいんだけども、そういうちょっとストリップまがいの怪しげな劇団。中村屋わかる？芸者さんが旦那に呼ばれて、こんばんは、お呼びいただいてなんて言って入ってきて、それだけどその他にも口がかかってる。そうすると、ちょっと仲もらえる、すぐ帰ってきますねって言いながら、他の雑誌行って、うちらは見入りになるわけじゃない。で、すぐ帰ってきますなんて、だって帰ってきやしないんだって。それで、結構2つ3つ、掛け持ちで、要するに稼いでたっていうか、お花代をいただいてて。うん、でもまたそれを、
俺が金出したのどうして行っちゃうんだなんていう野暮なことはお客も言わない。貯金係わかる？あの吉原が良いの船、吉原おいらん買いに行くんだけども、あの川を行けば割と近道なのね。それで、あの結構小舟で足が速いんだって。そのチョキ舟の、あの船のヘリでおしっこができるようになれば吉原がらいもよいも、うん、大したもんだっていう。一つ思考を変えて、俺は将棋盤でも持ち込むかな。どうして？これだっておめえ、バカにはできねえ書体道具だぜ。あら、それじゃ約束が違うわ。なぜ？だって、私がお嫁に行くときには、針箱は俺がこしらえてやるって先から言ってたじゃありませんか。そうだったかな。忘れたの？忘れた。本当に？嘘だよ。大丈夫だ。忘れやしね。よかった。人手には書けねえよ。釘一つだって俺が削るよ。私、大事にしますわ。それができるまで。それができたときに、俺は東京おさらばだ。じゃあ、コウさんは、私がお嫁に行くところを見てくれないんですか？それが見られるくらいなら心配はしねえよ。コウさん。え？どうしたんだ？急に激しく耐えられないようになった。どうしたんだ？え？どうしたんだ？私ね、コウさん、私が今度どうして急にお嫁になんか行くことになったのか、コウさんに分かりますか？何を言ってるんだな。私ね、私姉さんが羨ましい。コウさんはまだ姉さんのことを忘れないんでしょ？何を言ってるんだ。そんなバカなことがあるものか。いいえ、いいえ、ダメ。他の人は何て言ったって、私には分かりますわ。姉さんが去年、千原屋へ行ってから、姉さんに会わないように、会わないようにとあなたがしていることも、それも私は知ってます。今夜でも、姉さんが来ていたんで、それでわざと裏から入ってきて。いいえ、私はすぐにそうだと思いましたわ。姉さんが千原屋へ行くとき、何もみんなうちのためだとは思っても、そう思っても、私は姉さんを憎いと思いましたわ。コウさんの心持ちも知ってるくせに、コウさんを一人残して。姉さんもあんまりだと思いました。そう思うと、あなたのお店にいても、どこにいても、時々黙ってじっと下を向いているようなところが、見えるような、一人でに目の中が濡れてきました。そのうちにだんだん夕方なんか窓から表を見ていると、いつの間にか心がこう遠くの方を見ているような、あなたのそばへ行ってますの。板を削ったり切ったりしているそばについて働いているのが姉さんのような、私のような、気がついて幾度はっと思ったか知れません。嘘だ。そんなことは嘘だ。自分で一生懸命にそう思いました。でもそうすればするほど、後からとまたいろんなことが出てきて、何が何だか余計もうわからなくなりました。その時、それがもし甲さんの方に知れたら、ふっとそう思いました。私、息が止まるかと思いました。妹のように、本当の妹のように思ってくれるのに、そんな間違ったことを考えて、
バカなやつだと笑われたら。いいえ、笑われるならまだようござんす。そんなやつならもう構わない。もしかそうでも言われたら、私、もう死んだって間に合いませんわ。わかった。何にも思うわ。言わなくてもいい。堪忍してください。約束もした。だがそんな約束なんか保護みたいなものだと思って諦めようとした。だけどダメだ。諦められねえ。ただお寿恵ちゃん、おめえが優しくしてくれるので立つ瀬ができた。俺は改めて、おめえに礼を言うぜ。その当座、柄にもねえやけをして酒も飲んだ。遊びにも行った。だが酒を飲んでも遊びに行っても、俺は深みへはまらなかった。おめえってものの言うことを思うと、おめえってものが親切にしてくれることを思うと、酒を飲む空もなければ遊びに行く空もなかった。そんなことしちゃおめえにすまねえような気がした。俺はおめえにすまねえと思った。勘に触ることのあった時でも、根性のひん曲がった時でも、おめえの顔見ると、すぐに良犬が素直になった。俺には親もなければ兄弟もない。おめえってものができて、俺は初めて生きがいができたんだ。こうさ。すると、おめえ、今度の話だ。話が決まったと聞いたとき、俺は今までついていた明かりを急に吹っ消されたでもしたような気がした。俺はつくづく世の中が嫌になった。俺はもう、東京にいる空はなくなった。みすみすおめえのいなくなるのを誰が見ていられる。俺が上方へ行くと言い出したのも無理やねえだろ。こうさ。なんだな。今の無理はねえだろう。これはお寿恵に直にかけてやった方がいいと思います。はい。俺はもう東京にいる空はなくなった。みすみすおめえのいなくなるのを誰が見ていられる。俺が上方へ行くと言い出したのも無理はねえだろ。もっと優しく言って。はい、優しく。無理はねえだろ。俺はもう東京にいる空はなくなった。みすみすおめえのいなくなるのを誰が見ていられる。俺が上方へ行くと言い出したのも無理はねえだろ。言い出したのも、ちょっと間を取って。はい。無理はねえだろ。俺はもう東京にいる空はなくなった。みすみすおめえのいなくなるのを誰が見ていられる。俺が上方へ行くと言い出したのも無理はねえだろ。こうさ。なんだな。なんだな。なんだな。私。もういいや。よしてくれ。